腹が痛いってきた。いいですね、やっぱり切り替えます。はい、なんかこれあれですよ。いやーもうライブやりたいぐらいなんだけど、ここでグランブルーとかもういっぱいいるんだけど、ほんとすごいいるんですよ。もうね、ブラックマリア、うん、意外に30度いってないんだ、水温が。これ上が暑いんだね。あ、ここ暑いでしょ。どういうことになってんの、あの腹は。暑い時お腹を出して、はいはいはい、へそ出しルックで、はい、確かにすげえ暑いわ。もうこれ横にビニール貼ってそっから空気が、はい、だからこの高さまで暑さが多分もう、俺それよりこの遮光ネットだと思うんだけど、やっぱここだけ縁だと思う。やっぱ外にせんと、やっぱこれだけ一二度違うんだよ。いや一二度じゃないよ、これ多分5度以上だよ、うん、外にすると。もあとあの上を開けると全然違うの、こっちとこっちを開けると、ここ開けるともう全然違う。ここ開けるともうこうなって、体調不良になってない？大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか？ちょっともう一回確認、確認します。腹のこっちの体調不良みたいな。大丈夫？大丈夫です。大丈夫です。しないです。なんかね、監督が、監督わかりますよ、はい、根高監督。あの、福岡の人です。福岡の人。はい。もう見たくて見たくて、ケイシを、もう早く動画出せと。ああ嬉しい、嬉しい顔、はい、監督ありがとう、見てる。やばい、昨日も見たよ。昨日見た、昨日見ましたよ、発信されたやつ。 あれどうでした？なんかちょっと硬い感じだった。いやいいですね、いいいい感じに映っておられたんで、うん、グッドです。グッドだった、はい、グッドしました。あ、グッドしました。ありがとうございます。監督喜ぶわ。これどうなってんの、この目、目がすげえな、これビッグアイもいいとこだよ、これね、瞳ってなんかな、瞳ってすごいね、瞳ってあの、瞳パターン、ひとみばあさんでちょっと、じゃあもうちょっとやってもらって、ああできねえ、できねえ、あれはね、翔太くんやってみて、ちょっとね、ひとみばあさん、ひとみばあさんできひっすよ。何やってるんですか。 PSB です。テンションが今日ちょっとテンション高くないですか。高いですよ。高め、疲れてるんで、はい、疲れてるんで。寝てないんですか。いや、2時間ほど寝てます。なんかすげえ弾いてかかりそうなんだけど、はい、怖いだろ。 PSB がもうしぶき上げてます。 PSB がね、追いつかないんですよ。あ、毎日2日で2リットルがなくなっちゃう勢いなんで。PSB はすごいなって。もうやめました、自分も。すごいなら大変。大変じゃないよ。こないだがち。なんなら持って帰るけ。いやいやいや。うわ、来た。うわ、怖い。すげえ怖い。すげえ怖い。今の怖い。怖い。すごいな、ね、やっぱね。そういうのがやっぱね、できないね、普通は。怖い。垂れた。なんか調理してん、調理みたいな。うわあ、すごいすごいすごい。今のいいな。あ、やった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 。ちょっとやばい。すげえ面白い。すごいな。もこみちみたいな。今度は2人行きますよ。怖い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 怖
なんか落ちた。ほっときました。うわあすごい。怖っ。冷えすぎた。そっちやった。すごい。汗びっしょり。すごいね。これですよやっぱね。なんでさあの奥の赤鬼みたいなのは。なんだろうな。有名なプロレスラーの方も。本当？生ハゲのなんかカツラみたいな。すごいな。あんま見たことないじゃないこういうの。なんでそれ拾ってんの？持って帰ろうとしてるの？かもしれない。そうですね。これはちょっと。そうですね。そうですね、どういうことけしからんな。そうですね。ちょっと叩いてやろうかその PSB の 1.5 リットルかなんかで。グランブルロングフィット2リットルか。グランブルのロングフィットはそっちの真ん中のレッツの一番。なんだろうな。ボルボルけしからんな。うわ霧状になって。すごい。呼吸します。やっぱねさっきの PSB の与え方あれはちょっと真似できないな、うん、贅沢の使い方ですね。すごいね。補充ですよ。はい。2日にカートリッジ2日で1本なんなるです、うん、半分は飲んでる。半分は飲んでます。健康のために。なんか飲んでましたよね前回。はい、キムクルートルズ。キムクルートルズさんが飲んでましたね。あの人はバカですよね。あの人バカ。はい、クルートルズ。最後はなんか島根っこになったりしてね。はい、違うものになってますね。すごいね。いやいや。いいやこちらだな。どうですか今度チビに餌入れて。餌入れて。あと切っちゃった。すごく注意です。た早いこのスピードだよね、はい、これ真似できない。これ時間かかるんじゃないかと思いながらもこのスピード見てこれですよやっぱね。このすごい量だな一回出るのが東京で東京メダカセンターで見た以来だなこの量は早いな。早いって言われませんその餌やり、家族とかどうですか。びっくりしない。いや無視です。無視スルー、はいはい、あーいいね。反応なし。うわすごいな大量に。ついていけないもん早くて。すげえ早い、すげえ早い。早送りみたい。すごいもん。あっという間に終わったよ。3分の1。早っ。あの瞬間にメダカの状態も見てるっていうね。なんか笑ってんの。強奪してますけど。早い、早い。あ、なんか。じっくり見てる。調子が悪いのかなあそこ。なんだろう。どっかに稚魚おるなと思って。ああ。やっぱ。これがやっぱ見たかったんだよな。全国の全世界のみんな。めちゃなんなりますよね。めちゃなんなります。どれぐらいなんなります？いや結構の勢いでなんか。勢いで、うん。何グラムぐらい？これでどのくらい入るんですかね。これで200は入ると思うんですけど、うん、まあこれも3日でなんだ。3日ではい。なんだなんだ。これもそれぐらいなんだ。本当ですか。うん、なんだろう。それやってますむしろ。え、やってるやってる俺。いや、回数が多いけん俺も。あー。すごい。いや、なんか。すっげえ草になってきた。もう完全養豚場のものになってる大丈夫。す
すごいね、匂いがね。まあ、やっぱり一気に匂い。うわーって、あのしぶき。あのしぶき見て。ちょっと拡大するわ。めっちゃ飛んでんのよ。ほとばしってんだよ。うん、見て、あれ。何これ。これ、B 型親父はもう負けたでしょ。血液型は何型ですか。スペシャル C です。スペシャル C?さすがですね、やっぱ来てよかったわ、今日略して SC です。体的には宇宙人の血が入ってた。あ、そうなの。はい、で手に今かかったんですか。いや、汗を拭いてるだけです。あ、そうです、うん、だったすごいね、卵見たな、今のもう半分近くなんなってるんだもんな、ね、まあ、制御のところには、うんうん、3日2日ぐらい閉まってますね。あんな感じで。はい、どうですか。まあ元気、はい、なってます。元気になってます。なんか異臭騒ぎとかないですか、近所で。いや、ないですね。大丈夫。はい。そのぐらい巻くんだったら多分1トンぐらいの PSP がないと無理ですね。無理。なんかもう養豚場の匂いになってるんだけど、完全に。水分補給しましょう。すごいよね。暑いね、やっぱこの中。いやー、いいもん見させてもらったな、今日も。あれ、これ何妖怪、これは卵ボール。卵ボール、卵ボール妖怪。卵ボール妖怪、うん、ちょっとよくわかんちょっとよくわかんなかったちょっとこれを直したいね、俺らの身長に。でも全然違う。あ、今日は涼しい。え、初めてでしょ、今日。初めて。翔太くん何飼ってんの、今。今はちょっと。トカゲ？今はもう手で減らしました、だいぶ。なんか、ボケないな。やっぱ、バグですね。ちょっとやってほしいんだけどな。トカゲって言ったら、舌ペロ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 ってやって。いや、絶対嫌だ。お願いだわ。ねえ。翔太くん何飼ってんのって言って、今、流れで。で、翔太くん。翔太君今何買ってんのって。絶対嫌です。今ですかって言った時にトカゲって聞いたんですよ。そういう人は違いますって普通に言うの。トカゲの真似してそうです、ペロペロペロってそんなタイプに見えます。そんなタイプになろうよ、今日から。キャラをちょっと変なんで卵確認してんのこの人。いや、卵って産んでるんかと思って今。いや、産んでるでしょ。いや、生まれ変わったぞ一回。ああ、それはあるよ。困ったんじゃない。めっちゃビリビリ読んでるなと思って。卵全部確認しとるけど。いや、卵産むんかと思って今。産んでるわ。なんでだろうな、俺産まないんだよな。それはね、なんかあれ企業秘密。飼い主がダメだよね。飼い主が。あれ、さっきよりなんかちょっと膨れました、腹。水腹です。翔太くん何飼ってんの、大体。トカゲ。トカゲかな。トカゲかなぞ。トカゲを飼う。なんだトカゲ。ちょっと見本見せるわ。大体何飼ってるんですか。メダカの他に。え？トカゲですか。トカゲ。あ、オタマジャクシが。オタマジャクシだよ。ほら、これだよ、やっぱ自然繁殖だって。やっぱな。いや、まあ全然違うな、やっぱね、名人は。隣の人に汗だくだ。隣の人にメダカのメダカでカエルの声がうるさくならないようにこれやったんですよ、うん、結局カエル入ってきた。麦わらのルフィをこんなになるんだね、40年経つと、はい、もうちょっとこの体見て、本当オーストラリアだよこれ。フィンランドがなんか乳首が立ってるんじゃん。アンテナが今日も自分のメダカに乳首アンテナが立ってますよ。さすがですね。本当に。お、デーモンかか。腹が痛いだろ。あ、それってなんか毛みたいな。あ、これね。何これ。あ、多分苔。苔？苔？マジ？え、なんこれ？気持ち悪い。苔です。卵苔？いや、卵、いや、こういう苔。苔に卵がついてるの。やっぱこの緑の苔がこれに付着して、うん、で伸びてきたんですね。たまに真面目になる。のほほ。いいな、飽きないな。
なんかね、この麦わら、麦わらがね、あの兵士のなんかいいって言ってみんなが真似してるらしくて、全国で、はい、麦わらいいっす。それ誰もシャンクスもらったんですか。シャンクスかな。シャンクスにもらいました、はいはい、久々に会いました、シャンクスに、はい、100均のやつを、これ100均だって何してんの、ここ忍びみたいな格好してる。そうね、からんわ。全部チェックしてる。どうな、一番怖いな、これが。あ、これ、これ見、横見てみていいですか。どれ、これ、この、何ですか、辻辻北辻、辻北じゃないかな。辻北ってたまに俺間違えてがっつり間違えとるじゃないか、これ。これは、これ辻北なんて。辻北、これ、あれですよね。これ似たやつ。水どうですか。フィッシングドローンみたいなやつですよね。では、違います。違いますか。違います。じゃ、こっち合わせしたやつ。これは何でこきやすいんですか。サンビンコート。サンビンコート。サンビンコート、この辺にある。ああ。あ、これここにある。ここにある。これか。サンビンコート。F、F1 で遺伝する。着。わ。わ。うわ。ちょっと。上が多いんですよね。この。横。ちょっとかぶってる。かぶってる。ヒレがダダダってなってるやん。ダダって。ヒレが。あ、確かにこれとかそうだな。あ、ヒレロングね。うん。北辻ですか。北辻です。北ツッチーです。北ツッチー。いいな。すごいな。何分でも撮ってられるわ。それ何、ゲップの逆バージョンみたいなのやめてそれゲップです。すごいね、今のね、なんか土砂崩れの前のなんか地鳴りみたいな。ジョクさんのやつね。あー、いい風、うん、雨降ってくるんじゃない、これ。雨降ってんじゃない、もうすで。あ、いや、あ、今日は雨降る予報、午後から。あれ、天気予報から静止かかって思って一瞬天気予報ガラッと変わっちゃったんで。変わっちゃった、うん、晴れ、晴れですか。はぁ、いや、あの、超オリジナルです。超オリジナル、はい、来た。超オリジナル、はい、どれですか。ちょっと待ってくださいね。これなんですけど、ああ、ね、ああ、ね、ちゃっ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 ちゃ、あばれちゃん、あばれちゃん、またこれファンが増えるな。マッチマッチ、これでございます。これは、うんうん、1年半前ぐらいですかね。サファイアとブラックの2人をかけて、うん、ブラック、黒の対色に、うん、サファイアの青ラメを見せようという企画を進めたんですけど、うん、ちょっと F1 で青ラメが少なかったかなと思ったんですけど、うん、まあ次の世代で期待をしてます。ありがとうございます次は、うん、ありません。ない。次はですね、あ、まあなんか今掛け合わせしてるので、はい、あの、うん、親でもいいですよ。あ、今期待の親は。じゃあ、わかりました。いいな、サムネしようかな、ここの部分。いいかな。何ですかそれ。これは、はあ、ビッグスパイダー。ビッグスパイダー。ビッグスパイダー。はいはいはい、はい。フライングビーグのフライングになってない
フライングって何？ヒレナガ？ヒレナガですね。ああ。で、ちょっと、このフライングビークっていうのは、うん、あの、オーラメガと海外港が結構熱いんで、うん、それをかけて、新しいビークスパイダーを作ろうという、新たなるビークスパイダーを、うん、考えてます。考えてます。これがビークスパイダー。はい。オスがビークスパイダーです。メスがフライングビーク。フライングビーク。はい。ですかね。で、今度はフライングビークっていうのが、うんうん、いいです。これですね。ああ、これいいね。はい。と、今これは。ビークスパイダーって、はい。頭の辺だけ赤いのがいいんですか？が、まあいいですね。で、ジョウモノ。ジョウモノ。ジョウモノ。よし、いい感じだな、今日も。ちょっとね。もう一回やってみるか。ジョウモノですか？ジョウモノです。ありがとうございます。